この人は今は、今というかこの10年ぐらいはシステムセブンっていうテクノの方で DJ かなんかやってますよね、なんかね、うちの相方のカッチンっていう人がいるんですけど、この後イベント12時過ぎからやりますけど、カッチンはスペースシャワーで番組をなんかやってた時になんかゲストで出たらしいんですよ。その、スティーブ・レイジが来た。でなんかしないけど、大貫さんがよく言ってたなんとかっていう元ヒッピーだったやつがなんかうちのスタジオに来たよって言って、そうなのって、ブライアンの番組に出たよって言って、メガロマリアックスに出たって言うから、それ誰なんだろうって言ったらさ、よくよく聞いたら、ひょっとしてスティーブ・ヒレッジってそいつだよ、そいつおっさんだったよ普通のって伝えましたけど、いや普通のおっさんじゃないっていうことが、だから今から聞いてもらえば分かるんですけど、あまりも時間もないんでもうすっとっといきますが、スティーブ・ヒレッジのこの、ソロアルバム L から、ハーディー・ガーディー・マンってどのバンドの曲があるんですけど、それをカレー風に、もういい感じです。ギターはなんか飛んでるって感じで、本当ふわふわなんですよ。じゃあ聴いてくださいね。スティーブ・ヒレッジを関心のある人は、まあ他にもフィッシュライジングとかっていう、あの鮭が跳ねてるジャケットのやつ有名なんですけど、それなんかもサーモンソングっていう、まさにその通りのものとか組曲になったりして、結構自然参加みたいな部分と、あと、脳内麻薬が出まくってる感じの、サウンドがどんどん飛び出してきますから、ぜひよかったらチェックしてください。今日はそんな感じで、もうあっという間にね11時過ぎちゃったんで、もうそろそろ締めなきゃいけないんです。本当はね、プログレまで行くはずだったんですけど、プログレまでたどり着かなかったな。プログレは次回にまたね、プログレ曲長いんですよ本当に。ポセイドンだけでも7分でしょ。で最近実はね、こんなものがうちに送っていただいたんですけど、 WHAD さんが出した、これキンクミゾンのリザードという、あの作品なんですけど、まあ、あのそんで3枚目に当たるものなんですけど、72年ぐらいかな、3年かな、このぐらいに発売されてるんですけど、これなんとね DVD に、音が入ってる、不思議ですね。 DVD で CD プレイヤーでも聞けるんですけど、パソコンでは聞けないって書いてあります。で DVD プレイヤーだと音がさ、で絵は出てこないらしいです。だからなんかよくわかんないんですけど、最近はそういうことらしいんですよ。 DVD に音が、だから、なんだどういう音源なのかちょっとわかんないんですけど、もう片桐とかねすごい最近詳しくてね、大貫さん MP3 なんてもうダメですよ、クズですからって、もうちゃんとしたやつちゃんと聞いた方がいいですよ、なんか、ちょっとなんかいろいろとかませるという、あのアナログと同じような音がそのまま直結してどうのこうのとかって言うんですけど、言ってることの意味がわかんないよみたいな感じで、あいつは自分の自宅をどんどんスタジオ化してますけども、よくそんなに金が続くなってたらいろんな機械売ってますなんて言ってましたけど、まあ、とりあえず、その中には僕のが20万円でお前に無理やり買わされて、あのマーチンを売らないでねって言ってましたけど、マーチン、無理やりあの神田に連れてかれて、お兄さんこのくらいの金買わなきゃダメですよって言って、20万のギター私買っちゃったんで、ことがあるんですよ。まだお金があった頃ですよ。今はとてもじゃないけど3万円でも高いなと思うくらいですけどね、それあいつがずっと持ってて売られてなきゃいいんですけどね、まあ、20万じゃしょ、あんね、全然あんな売り物になりませんかって、100万ぐらいしなきゃなんて嘘吹いてますけどね、あいつ20万、50万のなんか壊れたアンプを人にエディに20万で売ろうとしましたからね、恐ろしい人ですけど、まあ、クレコ
あ、グレコになってた。本当？マーチンから、え、まさか。それはないと思うんですけども、まあこんな感じで、まあだからまあそのなんだろう、データ化される音源っていうのもいろいろとこれから変わっていくのかもしれないけど、やっぱねアナログ好きなんですよね。このレコードが好きなの。このジャケットのこの大きさといいね、持った感じといい。でまあほら今日もスリスリなんか傷があったりしてなんかね聞きづらいとこあるもんね、それも含めてやっぱりなんかいいなってね、思っちゃう。ただ CD は便利ですよね。すぐこう音出るから。ヒカル君も、最近もう全部 CD で DJ やってますけども、まあいろいろ世の中変われば変わるもんだって感じですけど、で最後に、前にも、書きましたけど、レッドセッペリンのアメリカからの答えっていう形でもう大々的に当時売り出されたんですけど、ほとんど成功しませんでした。カクタス、名前がカクタスだもんな。サボテンじゃやっぱりちょっとダメだと思うんですけどね。なんかね、わかんない、日本人が受けるカクタスっていうのとアメリカ人が受けるカクタスっていうのはまた違う印象なのかもしれないけど、日本人がカクタスってやったら昔そういう石油があったなみたいなぐらいとか、カクタスサボテンかよみたいな。でも演奏はいいんですよ。だってカーマンアフィスでティンボワードっていうね、バニャンファッジのリズム隊がやってて、ジェフ・ベックと一回やろうとしてくれたから、ジェフ・ベックはだから交通事故でダメになっちゃって、バンドがでもやんなきゃいけないってことで無理やり作ったバンドがこれだったんですけど、じゃあ一曲だけ、パーチマンファームという、ジョン・メオルもやってますけども有名なブルースナンバーを、こんだけ確かにツェッペリン並みに頑張ってるわっていうのをじゃあ最後に聴いてください。カクタスでパーチマンファーム。ということで、パーチマンファーム、カクタス、まあ、こっちジャケット後ろ側にメンバー出てますけど、まあ、こういう今のねロックバンドって言っても分かんないような感じでやってますけども、こういうバンドもあったんですね。で、ちなみにこの、まあ、オリジナルアルバムを買うよりかね、これカクトロジーっていうベスト CD が出てますから、それで、まあ、十分だと思いますよ、もう本当に。それは多分今でも廃盤になってなくて思いますんで、まあ、今日出た、紹介したやつの中では廃盤になっちゃってるものもあるけれども、なってないものもあるんで、今日皆さんに今日お渡しした CDR の中に後ろの方に小さくレコード番号があるんで、これまあ僕が撮ったやつなんで、廃盤になってるものもあるんですけども、参考までにチェックして調べてみるとひょっとしたら手に入るものもあるかもしれません。まあいずれにしても今インターネットが普及しているので、検索すれば何かしら当たってくると思います。さあ、今日はここまで、レコードコンサートみたいな感じで行ってきたんですけども、まあ、たまにはこういうのもいいかなと思ってます。して、来月も、まあ、12月のもう本当の末なんですけれども、またこういう機会を設けて、クロスロードはまだまだ続けていきたいと思いますので、ぜひ、また足を運んでいただきたいと思います。まだ何をやるか全然決めてないんですけど、映像付きなのかないのか、あとゲスト誰か呼んだりするのかしないのかもちょっと何にも考えてないんですけども、もしかして、なんかこういうことやってほしいとかこういうことやってほしいってことがありましたら、私の BBS の方に書き込んでいただいても結構ですし、私にこの場で言っていただいても、うちのあそこにいる、偉大なる助手雄一君に言ってくださっても結構なんで、よろしくお願いします。それで今日はありがとうございました。おぬきでした。ここまで。お疲れ様でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。